こんにちはエバツアゲシです今回は「必死になってあなたの足を引っ張る人がいる」というテーマでお話ししていきたいと思います。攻撃的な人の中には、受動的な攻撃を仕掛けてくる人がいます。受動的な攻撃とは、自分の中にある敵意を悟られないように相手に攻撃することです。例えばあなたに 誰か嫌いな人がいるとします。しかし、あなたはその人のことを嫌っていることを悟られないように、相手に対していい人を演じます。そして、影でその人の評判を落とすような噂を広めます。そうすれば、あなたが相手に攻撃していることがばれないので、あなたは仕返しをされる心配がなくなるのです。大人になると、多くの時間を職場で過ごすようになります。そこでは 周りから嫌われないために、自分の本心を隠すようになります。なぜなら、周囲から阻害されたら、仕事がやりづらくなるからです。仕事がやりづらくなれば、成果を出すことができなくなり、クビになる可能性があります。そのような環境では、自分が怒りを感じている相手に、直接攻撃をすることができません。だから、職場では、受動的な攻撃をする人が多くなります。 例えば、受動的な攻撃性がある人は、わざと能率の悪いやり方で仕事をしたりします。仕事の期限を守らないことで、自分の嫌いな上司に迷惑をかけるのです。このような攻撃をされている人は、自分が攻撃されていることに気づくことができません。だから、受動的な攻撃をしてくる人に苦しめられ続けてしまうのです。 受動的な攻撃をする人は、自分は正当に評価されていないという怒りを感じています。そして、その満たされない心を癒すために、相手に巧妙な攻撃を仕掛けます。例えば、そのような人は、上司に仕事を頼まれると、わかりました、頑張ります、などといかにもやる気があるような返事をし、自分の攻撃性を隠します。しかし、実際には、 その仕事に真剣に取り組むようなことはしません。仕事を引き受けた次の日から、なぜか体調を崩して休むことが多くなったり、遅刻することが多くなります。なぜなら、受動的な攻撃をする人は、何とかして、自分を高く評価してくれない上司に仕返しをしたいからです。そのような人は、上司が使う書類にわざと間違った情報を載せたり、 本当に必要なぜなら上司がプレゼンテーションで恥ずかしい思いをすることで自分の心が満たされるからです。受動的な攻撃をする人は自分は正当に評価されていないという怒りを感じています。そして俺を認められないあいつが悪いという論理で相手に迷惑をかけるのです。 受動的な攻撃をする人の中には自分は認められていないという思いがあります。しかし、そのような思いをもっといい仕事をして認められよう、もっと努力して自分を向上させようなどといったモチベーションにすることができません。そのような人が考えるのは自分の中にある密かな敵意をいかにしてバレないように相手にぶつけるかということです。だから、あえて、 能率の悪い仕事のやり方をしてしまうのです。しかし、そのような人は自分が全力を尽くさないことで自分の貴重な生命時間を無駄にしていることに気づいていません。相手に仕返せすることばかりを考えることで自分を成長させる時間を失っているということがわからないのです。例えば、同僚が先に出世したことで仕事のやる気を失ってしまう人がいます。そんな人は なんであんなダメなやつが認められるんだという怒りを仕事の手を抜いてみんなに迷惑をかけることで解消しようとします。どうせ真面目にやっても認められないんだからと与えられた仕事に全力で取り組むことをやめてしまうのです。すると何が起こるのかというと周囲が迷惑を受けるだけではなくその人は自分自身の能力を磨くことができなくなります。結果として ますます自分の仕事が認められることがなくなってしまうのです受動的な攻撃性のある人は相手の足を引っ張ることで自分の怒りを解消しようとしますそのような人は自分の攻撃性を隠しているので攻撃されている方はなかなか気づくことができませんあなたの周りにはこの人はいい人なんだけど一緒にいると悪いことばかりが起きるな という人はいないでしょうか世の中には受動的な攻撃をする人がたくさんいます。受動的な攻撃をする人は自分の怒りをうまく対処できていない人です。そのような人は自分の怒りをどうすることもできないから他人を攻撃することで自分の心を満たそうとします。他人を見るときは表面的な笑顔の裏にある相手の怒りを読み取るようにしましょう。 私はいい人ですとアピールする人の行動を見てみると、実は周りに迷惑ばかりをかけているということがあるのです。今回もご視聴していただきありがとうございます。もしこのチャンネルが役に立つと思ったら、いろいろな人に勧めてもらえると嬉しいです。チャンネル登録もお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。エバスタケシでした。